どどどこれは1です漢字の1もう一度私は最近羊のショーンのアニメーションを見ています水川さんは私は最近よく動物園に行きますんごめんなさいもう一度行ってもらえますか 私は最近よく動物園に行きますいいですねごめんなさいもう一度言ってもらえますか、はい、もう一度言ってもらえますかもう一度言ってくださいでも言ってくださいは私は言わないです言ってもらえますか と言います、はい、もう一度お願いします、はい、どこの漢字は皆さんも勉強しました今ですでもこの漢字と一緒の時は今と読みます今度今夜の 今と同じです今度私は最近よく動物園に行きますいいですね私も行きたいですよかったら今度の日曜日動物園に行きませんかいいんですか行きます今度の日曜日動物園に行きませんか今度は 次の日曜日のことです例えば、今日は6月14日です今度の日曜日は、次の日曜日なので19日、6月19日の日曜日に一緒に動物園に行きます あとは私は最近よく動物園に行きます動物園ですかいいですね私も行きたいですよかったら今度一緒に行きませんかえ、いいんですか行きますいつ行きますか今度動物園に行きませんか今度 一緒に動物園に行きませんかこの今度今度、これはいつですかわかりません次に会うときです、はい、次に会うとき今度動物園に行きませんかいいですね行きましょう いつ行きますか、えー、来週の日曜日はどうですかあ、大丈夫です。じゃあ、来週の日曜日に行きましょう。大丈夫ですかもう一度。今度。